南陽市文化会館は山形県南陽市にある多目的ホールである。キャッチコピーは木の音楽空間。築45年を迎えた旧市民会館が東日本大震災で被災したことを機に南陽市が新施設の整備に着手。ドーム建築物を除き日本初の国内最大規模の大型木造大化文化施設として2015年10月6日に開館した。 本施設は当初 RC 作りの選択肢も残しながら市が設置した建設専門委員会において坂本隆一の他専門家が生の演奏音が効果的に響くとされる木造の大ホールを推薦を出したことや市の面積の6割が森林で占めているものの林業の衰退などによりそれが有効に活用されていない状況を踏まえ市は公共施設の建設に 地域の森林資源を活用すれば、地元経済に効果をもたらし、管理の行き届いていない森林の保全を期待できるとして、地元産の杉を使用しての新施設建設を決断した。本施設は、延べ面積が3000平方メートルを超えていることから、施設全体を耐火構造にする必要があった。このため、プロポーザルで選定された。 大建設計は大空間の耐火木造を実現するため、柱に山形市に本社を置く木造建築会社、シェルターが大臣認定を取得した1時間耐火修正剤、クルウッドを導入したほか、梁には当時耐火認定を受けた部材がなかったため、日本木造住宅産業協会が大臣認定を受けていたメンブレン工法を用いて、 修正剤に耐火被膜を施したものを使用した。備品を含めた本施設の事業費は約66億5000万円であった。内訳は、市が各年度の財源から支出した記載を含めた約23億円、国からの補助金や交付金の33億円であり、林野町からの補助事業に関しては、市から担当者が同庁に何度も出向いて採択に至った。 残りの10億円は、市が新施設建設のため積み立てた基金でまかなった。コケラ落とし公園は、山下達郎のコンサートで、MC で、本人は、また来ますとこのホールを気に入った様子であった。2015年に、本施設は全日本建設技術協会の全県賞を受賞した。また、二0十六年一月には、最大の木造コンサートホールとして、フィンランドのラハティにある、 シベリウスホールを上回ったとして、ギネス世界記録に認定された。このほか開館から1年間の来館者は、有名アーティストらの講演がのきなみ、満員御礼となったため、当初見込みの2倍長となる、約22万7700人に達するなど、従前に聞かれた大ホールの充足を懸念する声を、払拭し、滑り出しは順調と報じられている。 2017年4月より3年間、シェルターが命名権を取得し、シェルター南洋ホールの名称となる。ABCDEFGHIJKLM、日程アーキテクチャ2015年12月25日号、AB、南洋市新聞化会館施設整備事業が、全県賞を受賞。南洋市、2016年4月7日閲覧。道の区建物、 田んぼ山形県、南陽市文化会館森にいるような空間、宮城。毎日新聞。https コロン、スラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160305スラッシュ ddl スラッシュ k04 スラッシュ0770スラッシュ 051000C2017 年10月9日月欄。日本初となる大型木造大化の文化ホール。 南洋市文化会館。2017年10月9日閲覧。nansyoku.dip.jp、ok、スラッシュ sys スラッシュ fbpor tal スラッシュ。p イコール5 3 9 1 5 0 2 1南洋市文化会館。山下達郎コンサート山形南洋市文化会館ギネス認定木造で最大。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m アーティクルズ asjhp46 回 cjhpcb00 NHTML2016 年4月7日閲覧。南洋市文化会館開館1年、最高の音響空間校長23万人来訪、山形。毎日新聞。 http://m-a-i-n-i-c-h-i.jp://articles/20161012/ddl/k06/040/267000c2017 年10月9日閲覧。南洋市文化会館愛称は、シェルター南洋ホール市が、命名権認定、山形。毎日新聞。 h t t p s m a i n i c h i j p a r t i c l e s 2 0 1 6 1 2 2ュ d d l k 0 6 0 1 0 0 4 6 0 0 0 c 2 0 1 7年10月9日閲覧大ホール南陽市達郎宝塚洋水ギネス認定ホール公演続々河北新報 h t t p w w w k a h o k u c o j p t o a h o k u n e w e s 2 0 1 6 0 4 2 0 1 6 0 4 0 7 5万5千 2HTML2016 年4月7日閲覧ありがとうございます